こんにちは。大和駅研究家の梅原です。今回は私のブログの中でですね、もうナンバーワンに人気のある、話題についてお話したいと思います。人はなぜ黄色の蝶々を見ると幸運になるのかというのを書いたんですけども、2年か3年前ぐらいですかね、書いたんですけども、それがものすごくもう圧倒的に僕のブログの中では、一番多いんですよね。で、いろんな方がそれを読んでいただいているので、一体どういうことなのかということを、ご説明したいと思います。はい。で、黄色い蝶々なんですね。白い蝶々じゃなく、モンシロチョウじゃなく、アゲハチョウじゃなく、黄色い蝶々を見つけると、あ、それは幸運の、サインかなとか、未来からの自分のシグナルかなというふうに取れるんですが、蝶々ってまっすぐ飛ばないじゃないですか。こういう感じで、なんかどこに行くともなく、でも方向が決まっていると。で、未来に行くんですけども、まあ、まっすぐ行かないと。で、じゃあなぜ黄色なんだという色なんですけども、駅の中にはこういう言霊があるように、そういう色玉っていうのがあります。で、ご存知のように皆さん、あの、こういう木火土金水っていうのはご存知だと思うんですよね。木が水を生んで、木が火を生んで、火が土を生んで、土が金を生んで、金が水を生んで、水が木を生むと、こういう形で回ってるんですけども、もう一つの考え方、僕が一番最初に師匠に教えてもらったのは、この考え方とこの考え方の2つがあるって教えられたんです。で、もう一個はこちらですね。水木火土金、一緒なんですよ。ここから始めたら木火土金水なんですけど、水から始めると水から始めて一周回る、で、土が真ん中にあるという考え方です。で、これが実はまあ北側で、これが南側、日が南側、それでこれが東側で、西側で、土が土曜で、どこにでもある真ん中にあるというものなんですけども、要するに、土は全てのこの変化していく途中に関われるんですね。だから実は水と木の間にも土があるし、木と火の変化の間にも土があるし、金と水の間、もちろん火と金の間にはもちろん土がありますけど、金と水の間にもまあ土があると、まあ、それを暦では土曜っていうんですけどね、まあ、土曜の牛の日とかの、あの土曜です。だから土は全てのそういう要素が変わっていく途中に必ずある、まあ、信号も青から赤になる前に黄色がありますし、その黄色っていう色はこれから何かが変わる色の前触れっていうのがあるんですね。はい。だから僕は例えば名刺なんかもずっとこういうふうに黄色の名刺と黄色の財布を持ってたら、これから新しいことが起こる、この名刺入れの中に、そのお客さんの名刺とか自分の名刺をここから出すことによって、今から新しいことが起こるという、まあ、暗示も踏まえて、作ってます。で、実際僕の駅ですね、駅の本にもこういう黄色で最初、一番最初に書いた駅の本が大和の不思議な物語という形で、書いた時もこれ黄色でした。だからそういうので、僕のあの本ですね、本もこういう形で、ここに書いてますけど、親子の宝地の本も僕が出版社さんに黄色にしたいって言いました。親子のつながりも黄色なんですね。で、うちのグラブも、マロンっていうこの黄色の色は親子のつながり、人とのつながりという形で進めてます。で、あの、自分のグラブも、グラブの本もこういう形でグラブマスターと言いながら、ここに黄色を入れて、この黄色のグラブを出したいと、赤でも黒でもなく黄色でいきたいという形になって、おかげさまで、まあ、この本もこの本も、まあ、それなりのベストセラーというかね、たくさん売れたんです。で、まあ、あの、駅の本でも珍しくこういう、まあ、冊子系の本なんですけど、8000部以上出たので、多くの方が読んでいただいているので、また読んでください。この中にもその色のこととか、まあ、太陽とか地球とか、いろんな回転運動が自分にどういうふうな周期を与えるのかっていうのも書いています。で、大事なことは、自分が、こういう、まあ、自分から意図的に黄色っていう色を持つのもいいんですけど、たまたま車が黄色い車が目を走ったとか、黄色い服を上下で着てワンピース着てる女性の方が向こうから歩いてきたとか、黄色のカバンを持ってる、なんかそういうレディーか、あの、男性が前を横切った時に、あ、これ何かあるよなっていう感じで、まあ、そういうふうに物事を見るというのも一つの、まあ、疫学的な発想なので、もちろん色にはそれぞれの意味があります。なので、まあ、あの、一応黄色ってですね、今回黄色の蝶々の話なので、その黄色っていうものが、まあ、一番いいのは蝶々が飛んできたらいいんでしょうけども、蝶々以外にそういう、車であるとか、紙袋であるとか、こういう例えば相手の方が黄色の財布を出した時とか、黄色のネクタイをしてこられた方とか、何かがある時に、あ、これは
自分がこれから何か変わるんじゃないかというそういうねシグナルだというそういう取り方もまた深読みでねしていただければ人生が楽しくなると思います。またそういうのでねいろんな楽しいこういう感じでブログのね、僕は実際今までブログに書いてそのブログが、とてもこうたくさん多くの人に見てもらっているものに関しては、こういう解説をしていきたいと思います。で最後に、僕今こういう柿飯というのを作ってます。でこの柿飯も実は、金色で柿飯をするとやっぱり力が出るのでやっぱり黄色とか金っていうのは、何かそういう特殊なものがあるのだと思います。またそういうのもね今後どんどん詳しく解説していきますのでまたこのチャンネル登録していただいて、YouTube 梅原さんまたどんな上げてるかなみたいな感じでチェックしてみてください。どうもありがとうございました。